サラ・マクマンはアメリカ合衆国の女性総合格闘家。21世紀00年代に活躍したレスリング選手。メリーランド州タコマパーク出身。レボリューション MMA、ライムストーン所属。UFC 世界女子バンタム級ランキング9位。2004年アテネオリンピックレスリング 63kg 級の銀メダリストであり。 アメリカの女子レスリング史上初のオリンピックメダリストである。2003年に伊調カオルに勝利している。14歳でレスリングを始め、ノースカロライナ州マリオンのマクダウェル高等学校では、レスリングの他演劇にも打ち込んだ。ペンシルベニア州のロックヘイブン大学に進学し、ここで演劇の学位を取得するとともに1999年から2003年まで、カール・ポフから、 レスリングの指導を受けた。また、1998年から1999年まで、ミネソタ大学のダグリースコーチから指導を受けた。2004年8月23日、アテネオリンピックのレスリング女子 63kg 級決勝戦で、一長カオルと対戦し、敗戦、銀メダルを獲得した。2009年、総合格闘技に転校。2010年6月11日、 アマチュア総合格闘技デビュー戦を TKO 勝利。2011年5月28日、プロ総合格闘技デビュー戦をチョークスリーパーで一本勝ち。2012年1月21日、関野瞳と対戦し、判定勝ち。2012年7月28日、インビクタ FC2 でシェイナ・ベイズラーと対戦し、判定勝ち。 UFC2013 年4月27日、UFC デビュー戦。UFC159 で、女子バンタム級ランキング9位のシエーラガフと対戦し、パウンドで、TKO 勝利。2014年2月22日、UFC170 で、UFC 世界女子バンタム級王者のロンダラウジーに、挑戦し、1R ボティへの膝蹴りでキャリア初黒星となる。 TKO 負けを喫死王座獲得に失敗した。2015年1月31日、UFC183 で、女子バンタム級ランキング2位のミーシャテートと対戦し、0から2の、判定負け。2015年8月8日、UFC ファイトナイト、ケラ VS、ストリート、プルーで、女子バンタム級ランキング7位のアマンダ・ヌネスと対戦し、リアネーキドチョークで一本負け。 2016年5月29日、UFC ファイトナイト、アルメーダウ s エス、ガーブラントで、女子バンタム級ランキング7位のジェシカアイと対戦し、判定勝利。2016年12月3日、ザ・アルティメット・ファイター24フィナーレで、アレクシス・デイビスと対戦し、片方めで一本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年9月9日、UFC215 で、 女子バンタム級ランキング13位のケトレン・ビエラと対戦し、片方目で一本負けを喫した。2018年2月24日、UFC オン・フォックス28で、女子バンタム級ランキング8位のマリオン・レノーと対戦し、ニアールに三角締めで一本負け。2020年1月25日、UFC ファイトナイト、ブレイズ・ VS ・ドス・サントスで、 女子バンタム級ランキング11位のリナ・ランズバーグと対戦し、判定勝ち。2021年1月24日、UFC257 で女子バンタム級ランキング7位のジュリアナ・ペーニャと対戦し、リアネーキドチョークで一本負け。ありがとうございます。